ワン、ツー、ワン、トゥル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 。Well, you're down, down, been in the bed and felt it. I tried to let you, but you're so hard it'll melt it.Light through the cracks. Now I'm trying to get back before the cold on the night. I forget that if I pass this, nothing more stop it. But if I did eventually, reckon it's got my turn to win someone. The sign that I born hands are tight.No more, no more. It cannot wait. I'm yours. And So I want hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's a need to complicate our time. It's short.せーの、ジャカジャン。ジェイソン・ラース、I'm yours がずれる流、シンプル簡単バージョンやってみました。4つ引きでやるだけでも十分ビーチな感じが出るといいと思うんですけどね。やっぱね、これね、分かったでしょ。歌なんですよ。歌のこのタイミングとメロディーとのラップの歌詞。なんだけど、ウクレレは簡単なのよ。簡単なの、シンプル簡単バージョンってコードだって入門コードほぼ4つですので、D7 は1回出てきただけ、今のシンプル簡単バージョン。はい、これ。でもね、やっぱりね、自分の好きな曲ってやっぱりね、こうやってるうちにね、もうちょっとずつでもいいで覚えていくといいと思いますね。今日はね、いつも見せてるじゃないですか、楽譜を。今日ね、何にもないんです。なんでかっていうと僕覚えてるからね。でね、これはですね、見せてもですね、コード進行今の見てもらって分かったと思うんですけど、めちゃくちゃ簡単でしょ?ただやっぱひたすら英語の歌詞をラップを分析して、覚えていくしかないので、今日はテロップを一時停止して、覚えていってください。でもワンフレーズずつやっていったら、結構できると思いますよ。これね、歌詞とか見たらうんざりするぐらい長いんですよ。なんだけど、もう覚えちゃったもんね。なんか、皆さんもぜひちょっと取り組んでみてください。じゃあシンプル簡単バージョン今でね。ゆっくりやったんですけど、今のでも早かったらもっとすごくゆっくりでもいいと思いますから。そしてやっぱり英語の勉強にもなる。これダブルで学習。いいと思います。今日出てくるこの5つ。C と Am と F と G7 と D7 がちょっと出てくる。この5つね。これ一応入門コードのグループの中に入ってるんです。この入門コードっていうのは何かというと、ドン!ガズレレ必須コードというグループがあります。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼ってます。この動画見たらね、このガズレレ必須コード10個のコードスイスイ覚えられますから、ぜひマスターしてください。はい、じゃあここから、かっこいいバージョン入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、基本コード進行一緒で、後半のかっこいいバージョンは一応フルコーラスでやるんですけど、じゃあコード進行もちょっと今までと違うところ出てきますけど、やっぱ主にはですね、やっぱ弾き方。はい。まずですね、曲が始まって一番最初の部分、前半部分はですね、8ビートのルンルンビートっていうのでいきます。こんな感じ。ドンタトスタタ。アクセントが、ドンダドンダンドンダドン。後ろに来るわけ。ドンダドンダンドン。しかはもうリズムが跳ねて、シャッフルのリズム。シャッフルのリズムっていうのは、タッタ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 みたいな。普通のリズムはね、ワン、ツー、スリー、フォー。シャッフルのリズムって、タッタ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 ッタタッタタッタ。これをやるんだけど、8ビートの手首の振りなんですよ。ジャンジャジャンジャジャン。なんだけど、アクセントが、ジャンジャジャン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 。これ、ちょっと練習してみる。ゆっくり一緒に C で合わせてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ちっちゃく弾くときはもうほんとここの2本3弦と4弦をちょっとかする程度でいいです。はい、これはやっぱりこの曲調を聴いたら分かるけど、すごいリラックスしてチルアウトして、もうレイドバックしてる状態の感じがいいですからね。力ガチガチ入れちゃダメですよ。こんな肘で弾いてはダメ。やっぱり体を柔らかくして、こんなビートでいきたい。で、曲の中ではですね、ちょっと難しいことを言います。ドン、かっこいいレゲエビート。これはね、ガズレレの中でも、レゲエビートっていう中でも、普通のレゲエビートってかっこいいレゲエビートっていうのはね、こんな感じ。これちょっと難しいリズムなんでね、ちょっとこれはまあデモ演奏とガズがちょっと気持ちよく演奏したいんで、この弾き方で弾こうと思うんですけど、ちょっとこれ難しいよって方は、今のやつで最初から最後までやってください。で、一応かっこいい方の、レゲエビートの弾き方は、カッティングも混ざってんでね、ボディを叩いて、これはですね、ちょっと難しいんですけど、一応解説動画出しておきます。まあ一応この2つの弾き方、8ビートとルンルンビートとレゲエビート、この3つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートとルンルンビート、これセットのイメージがいいですね。ルンルンビートっていうのは、シャッフルのリズムの説明です。シャッフルで8ビート弾くというイメージですね。で、かっこいいレゲエビートっていうのはもう、これをですね、濃厚レッスン動画上がってますから、ぜひやってみたい方、ちょっと練習してみてください。でですね、この曲、エンディングがですね、なんていうのかな、CD バージョンではちょっとついてて、すごくラフなんで、まあ、ガズもちょっと、最後はこう、アドリブでやってみると思うんですけど、まあ、ああいう感じで、こう、そんな感じの、皆さんの好きなように最後は歌うのがいいかなというふうに、そんな自由が託されている曲かなというふうに、ジェイソン・ムラーズのライブを見ても、その辺は、すごくこう、ラフにやってたんで、ちょっとね、そんなふうにやってみました。やっぱりこの曲はですね、I'm Yours のプロモーションビデオを見ていただくと分かるんですけど、ハワイの景色とか大自然とか海とかリラックスとかもうチルアウトとか、なんかそういうね、柔らかいイメージがあって、もう世界中で歌われてるね、本当に名曲中の名曲なんで、本当にワンフレーズでも弾けるとかっこいいと思います。ぜひやってみましょう。それではやってみましょう。 I'm Yours ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2No more, it cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind to see like me. Open up your guns, I'm your free. Look into your heart, you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, baby, dance and sing. We just want big family. It's so good for secular to be love, 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 love. So I want 何に塗るわけじゃし try to say it's great up press book at the grass so do I'm facing love I guess but I've been there to need a little better reason really sad for the kid just for the season it's 1 p.m. to do nowadays it's our virtue that I want here that I'll take no more, no more. It cannot be. I'm yours. Open up my sea like me. Open up the bond that me free. Look into your heart, do you find sky's yours? Breathe down, breathe down, breathe down, breathe down. Can't break it, 'cause I'm not in it sure.This is our fate. I'm yours. Yada did da 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 da. Suru ba suru da 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 da. Yeah, I'm yours. I'm yours.せーの、ジェイソン・ブラウズの I'm Yours ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。どうですかね、かっこいいですね。もうこのね、もうほんとビーチでもう寝っ転がりたい、本当にそんなねイメージのところにすぐ連れてってくれる曲ですから。これはハンモックでさ、こうビールを飲んだりなんかするのを想像しちゃう、すぐねハンモック出てきちゃうんですけどね。さあ皆さんも思いっきりそういう気分に浸って、でもなちょっとこれ英語ほんと難しいから、そんな気持ちよくできるまでやると結構長い道のりかもしれないですけど、やっぱりそれもだからこそね、そこに向かっていく途中が楽しいということで、こう楽しくやってくださいね。はい、ぜひ映像してみてください。ありがとうございます。このイベントに出演が決まってます、ガズの出演と今これを使ってた G ラボのウクレレのポップアップショップの出店が決まってます。5日6日両日とも G ラボピップのウクレレの、お店は出るんで、思想とか、気に入れば販売もできるということで、ぜひお伺いください。ぜひ皆さん楽しいイベントになるということ間違いないです。来てください。公演の入場料500円はかかるんですけれども、イベント参加は無料でございます。そして決まりがあって、公演の決まりで楽器の演奏は公演内ではダメよということなんですけども、G ラボのね、ショップのブース内だけは OK になってますので、いろんなウクレレ試し弾き、これぜひ皆さんもうなかなかない機会ですからお越しください。待ってます。この本が出ております。この本何かというと、私ガズさんね、愛するハニーさんと一緒にピアノ教室ガズピアノっていうのも YouTube でやってるんです。ぜひ皆さんこれチェックしてください。めっちゃおもろいです。でこの本がなんと新発売で出ております。全国の書店さん、楽器店さんでお買い求めいただけるんですけど、 Amazon でももちろん販売中。こんな感じで調べていただくと出てくるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。この G ラボ今これね使ってたウクレレのこの G ラボの YouTube ページスタートしてます。こっちもなかなか面白いですよ。はい、ガズレレの YouTube ページ、公式ページが概要欄に貼っておきます。このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、ここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにねこのグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということでモリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。